いてはこのコーナーに行きたいと思います。来ましたね、ついに業界視聴率ナンバーワン。これで本当すごいらしいですよね。本当に、うん、今回でしょ、うん、あ、今回がなんか、ね、今回のすごいっていう噂を。今回はね、本当まあ見てほしいな。っていうかね、今日せっかく来てくださってるから、はい、どの選手が出るのかっていうのを予想してもらおうかな。皆さん分かります？誰だと思います？うん、嘘、南優太選手。南選手、違う選手言われました？え、南選手。あ、南選手なんだ。でも出たことありますもんね、南選手ね。出てほしいという希望ですか？希望ですよ。希望でしょうね。でもファビオとかね、ファビオ呼び捨てだ。すいません、いつものね、試合のノリ、ファビオ行けとか言ってるから、ついついね、ファビオ選手も。まだ出てない選手いますね。います、います、います。じゃあ、誰が出るか。誰でしょうかね。それでは、行ってみましょう。はい。選手名鑑です。ゆかさん、こんにちは。今月の選手名鑑は、なんと2回出ていただいたのが武田鉄矢以来。今月はこの選手です。武田鉄矢以来2度目の出演のゴールキーパー南優太です。お南くんからのオファーはいつも僕は感じていますよ。全然スタジオ呼んでくれないから。岩清水さんにも伝えてもらえますか？岩清ですか？岩清水さすが見てますね。見てますよ。月に4度5度ぐらい見てますよ。南くん何年目でしたっけ？今年4年目ですもん。4年目だ。はい、さすが剛腕南くんですね。何の剛腕ですか俺。剛腕優太って有名じゃないですか、あっちの業界では。どっちの方ですか？でもやっぱね、南くんに助けられた試合多かったですよ。そんなことないですよ。今年はもう大量失点が多くて、剛腕結構メンタルいかれますからね。7点も取られるとみんな目合わせてくれなくなります。あ、本当だんだん点が入りだすと、例えば点が入ると、うん、こう見向きもせずにみんなこう前に上がっていって誰もボール拾ってくれないしみたいなのはすげえあります。だから本当、まあ、いや、分かりますよ。だって俺もね、実を言うとゴールキーパーあったんですよ。え、学生の頃なんかあったよね。いや、試合やってますよ、何回も。やってるよね。静岡のスターでしたから、ね、有名でしたよね、不良で。バカ野郎、学級委員長だよ、僕は。結構とどろいてましたよ、静学まで。清水の小林って言ったら、もう街で会ったら目合わせなんですって。真面目な学級委員長でした。懐かしいな。小葉さんがあれでしょ、まだ半分ぐらいだった時。そうそうそう、あの時本当細かったよね。ね、今だってこれ子供までいるじゃないですか、ね、うん、双子だしね。あ、だからこんな大きいんですか、うん、あと10日だしね。休みの日とか何してます？基本どっか出かけたりするんで。結構ね、いろんなとこ行くよね。天草さん、あそこの寿司屋うめえっすよねとかさ。そうですね。でもカズトとか一人で大観望とか行っちゃいますからね。一人が好きすぎて。そう、俺そのうち大観望が飛び降りちゃうんじゃないかと思ってずっと心配してるんですけど。一人でね。ああ、でも倉川君がそのカズトに連れられてジャイアンツのキャンプ行ったっつってたよ。あいつジャイアンツ好きすぎて、うん、ちょっと引きますよ。クラブハウスの風呂ってなんか個人のタオルが一応バーッと置いてあるんですけど、うん、あいつなんかジャビット君のタオルとか高橋由伸のタオルとか。そんな好きなんだね。気持ち悪いっす。じゃあこのチームでいつもつるむやつとかっていう？まあやっぱ年近いところになりますね。力さんとか北地とか。ゴリラさん。いや、俺はルーターさん。俺ルーターさんね。はい、ルーターね。ホリーとかケントとかは結構そこになんかひっついてきたりとか、はい、なるほど、多いですけど、はい、なんかサッカーの話ばっかします。ウータンサッカー好きだもんね。ウータンはサッカー大好きですね。大好きだね。ウータン。ウータンって誰ですか？俺はそんな言えないっす。言ったよね、ウータンって。ウータン昔から知ってるでしょ。力さん変わってないっす。ずっとあのまんまっす。大阪のおばちゃん。なんかあれでしょ、ゴリラ対決したんでしょ。彼の圧勝でしたよ。え、そうなの？そうですよ。チカさん勝ったんですか？だってここ出てんもん。いないやん、まあ、ここ出てる人。で、すっげえうるせえなと思ってフルーツあげたら来ました。そうですか。そうですよ。趣味なんかこれハマってんだよねとかさ。ポコパン。ポコパン。知ってます皆さん、ここポコパン。はい。はい、ポコパン、あの携帯ゲームですよね。 LINE のなんか、うん、すげえんすよ。
それがつながるんですよね。電話番号してる人がつながるんだよ ね、 そうですね。で同じゲームやってる人がランキング出るんですよ。俺の中で今第2位だ。まだもう一人上いる。いた。ケンジとか一番すごいっすね。ほんと。わすわ。あれ1週間でランキング更新でしょ、ね、うん、で1回あいつに絶対勝ってやろうと思って、うん、更新される2時間か3時間ぐらい前に最高得点出してあいつ抜いたんですよ、うん、あいつその2時間の間でまた抜き返してきて結局負けたっていう。キタジとかも最初バカにしてて、うん、キタジはなんか誰もやってねえゲームをひたすら頑張ってやってんすけど誰もやらないから、うん、そしたらなんか最初ポコパンなんかやんねえよとかって超言ってたのに、うん、気づいたら結構やってますよ。早く消した方がいいの、長く消した方がいいの、専門的な話した方がいい。大事ですよ、皆さん知ってますから。あれやっぱコンボを上げたほらほらなんか気持ち悪い人みたいになるじゃないですか。なんか専門用語出しちゃうと。大事です、コンボを、コンボコンボコンボって何、長くだから違う人はね、連続して早くで、そんなコンボが途切れちゃう。分かる分かる分かる、音変わるもんね。これいいんすか。大丈夫です、みんな知ってますか。すげえみんな知ってますか。あのトンボがいあトンボキーパーとしてのコバさんですか。なんかペナルティーが外にボール取っちゃうとかぐらいしか。俺ね、そういうのあるんだ。投げようとして出ててハンドとか。大丈夫ですよ、俺をオンボールしますから。伝説のあったね、はあ、あれ何、あれ以上はないですよ。あれこうやって投げようとして味方が見てなくて止めようとしたの。名前もう出しちゃうと分かりやすいんで、うん、中澤壮太がこっちからバーって俺が取ってきたんですよ、うん、で向こう側に近藤がいて、うん、ドゥーがドゥーが空いてる、ドゥーが空いてるって言うから、うん、パッて見て、ああ空いてるなと思って投げようとしたら、うん、サンフレッチェの選手がブワーってダッシュしてきたの見えたんですよ。これ投げたら多分取られちゃうと思ってこう投げようと思って、うん、途中でやめたら、うん、ボールがなんかふわって手から離れたのが分かったから、はいはい、おやべえと思ってこうやってドローしたらバシッと飛んでっちゃう。これ初めて喋りました。嘘。メディアに。あそう。10年ぐらいの時を経て、本当は笑えないですけどね。いや大丈夫よ、それ以上のことやってんだから。まあ記録に残るより記憶に残る選手って。あいいですね。よく言ってたんで。いいですね。まあ、そんなところで記憶に残ってもしょうがないですけど。いやいいですよ。ああ。でサポーターの皆さん。1年間、応援とこの薄っぺらいおばさんの番組を見ていただいて本当にありがとうございます、まあ辛いシーズンでしたけど、サポーターの皆さんの応援がすごく力になった時も、多々ありましたんで、今後も、ロバストとの音を支えていってください。よろしくお願いします。プライベートのもうプライベートがごはんですよ。すごいですよ。そんなことはないっす。いやー、南井選手、はい、またまた登場してくださったんですね。はい、出ていただきましたね。今日来てくださった皆さんの予想が当たったのがすごいなと思ってたら、ね、前回南井選手をスタジオに呼びましょうっていう話を少しやってて、うんうん、もしかしたら今日いらっしゃるんじゃないかと。なるほど。いや、南井選手ファンの皆さんだったんですよ。すごい、でも良かったですね。これで南選手がここにも登場しなかったら何のために来たのかって話になりますからね。今日の昼ぐらいに僕メールしたんですよ、うん、はいはい、なんかメールにね、うん、そのポコパンのゲームがあってクローバーをもらえるんですよ、人から、はい、よく分かりませんけど、分かんないでしょ、はいはい、クローバーを南さんからいただきましたってメール来るんですよ、うんうん、そこにちなみに今日スタジオ収録あるよ、うん、あ、今日すいませんと、やぼよがってこれません。本当は来る予定だったんです。あ、そうだったの。いや、わかんないですけど。え、いや、なんかですね、でも私のあのツイッターの方にもですね、お返事でコバさんからオファーがまだ来ませんっていうのが2回ぐらい来たんで、コバさんが忘れてるのかなと思って。いや、しかし今日はちょっとそれは無理でしょう。もう皆さんからのバッシングのメガネ、ほら、冷たい視線がね。全然大丈夫です。大丈夫です。太陽ですからね、だってね。いや、でもね、うん、すごいすごいよ、本当ですね、コバさんって。お話がね、なかなか別のインタビュアーでは聞けない話がね。いや、もうね、南くんはね、すごいいい男ですよ。いや、それはもう分かっております、うん、気持ち男ですよ。気
豪腕だから豪腕ね。もう敏腕の上ってことでしょ。そうですよ、豪ですから。すごいんですよ、強いんですよね、うん、強いですよ。やっぱキャッチ力がありますからね、からキャッチングは。キャッチングがね、いろいろだからキャッチングしていくんですよね。そうですそうです。プライベートも持ってきますから。持ってきますよ。でも、まあ、サッカーで常にね戦ってらっしゃいますけども、はい、プライベートでもゲームで戦ってらっしゃるっていうことで、なかなか暇がないか。携帯ゲームですから。ずっとちっちゃいよね。ずっとしますから。コバさんもしてますよね。僕最近ねちょっと影響されてやってるんですよ。たまに LINE でなんかなんとかの招待が届きましたって来ますもん、コバさんから。何の招待？その中ね、人を招待するとねポイントもらえるから。なるほど。でもサッカー選手結構ゲームとか好きですよ。ハマってらっしゃる方多いですよね。好き好き、みんな好き。あの動いてるからじっとして本読んだりとかゲームしたりとか、そうかもしれない。そういう時間も必要なのかもしれないですね、うん、そうそうそう、結構好き。感動しました。私なんかじんときちゃった。でずっと言ってたね。いやなんか、うん、だってね、だってね、あの話をね、初めてテレビの前でしてですよ。ちょっと熱く語っていいですか。いいよいいよいいよ、語れ。ちょっとアブちゃんみたいな顔だったね。アブちゃんみたいな顔でね、うん、こう熱く語りたいんですけど、やっぱりそれは、はい、ね、コバさんしかできないことだと思うんですよ。触れられなかったところでしょ、コバさんの偉大さ。いや、そんなことないですよ。なんか褒められると弱いみたいな。なんかどうしていいか分かんない的なね。うん、目がうろうろしてますけれどもね。なんかね、ほんと熊本の誇りですよ、南選手はね、はい、南選手ね、はい、南選手がね、もちろんもちろん僕もそう思ってますから。素晴らしい選手です、はい、ね、これからもぜひとも、うん、本当頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね。やっぱ怪我がね心配ですから、ゴールキーパーは。そうですよね、さすがゴールキーパーみたいなこと言ってらっしゃいますよね。当たり前ですよ、彼怪我にも強いですからね、うん、あ、そこ一番ですよね。そこがやっぱすごいですよ、さすがだ、さすが守護神。どういうところがさすがだと思う、じゃあ。そういう強いところですよ、あの引き込まれてるだけね。強敵な頑張れ秀美、強いところですよ、本当に。強靭なでしょ。なんかそろそろ応援団に行きます、はい、じゃあ、ひでみ振っちゃえ。はい、ロアッソ応援団です。